これに全ての能力をかけるってことで、まあ、能力っていうか力をね、これで運を全て使い切ります。さあ1泊目、今日これで出なかったらやばいっすね。ブラッディーダンス、あーガントレットソード、惜しい。くっそ、この間も出たけど、まあ、結構嬉しいけど、いやートマホークが、トマホークじゃなーい。ヘルレイピア。リブダクションのキャンペーン。いいね、デッドスクリーム。微妙っすね。水秀では。はい、4パック目。お、ハルトマン使えるな。いいカードが入ってますね。ボンブレイドですか。もうキャンペーン来ちゃうと後ろがガチレア以上出なくなるから嫌なんですよね。はい、5パック目ラスト。アフターナイツ、つか、まあ、バーンシップソウルでした。はい。はい。はい。スパパン。いやー、今日総合的に運悪いっすね。まあガントレットそうでしたよ。あら、まあまあでもこれ結構あんま持ってないんで嬉しいんですけど、トマホークが来て欲しかったな。まあこんな日もありますよ。ぶっちゃけそんなにダメージを負ったわけじゃないです。はい、まあ、まだまだ、こんな、これより悪い日はあるから、まあ、1枚も出ない日もあるから、まあ、全然良かったですね。うん。出ない日もあるんで、出ない時は1回も出ないで終わる時があるんで、まだガチレアが出ただけマシ。てなことで、まあ、今回はあまり運が良くなかった倉田夏でした。ご視聴ありがとうございました。また見てね。